ここ2つ外すと、うん、ジャックが取れるんですよ。まあ、こういうところで吹くじゃん。ペッペッと。綿棒に吹く。綿棒に吹くと。ここがプラス。はい。黒いの挟んで、ここがマイナスになってるわけ。この度はですね、はい。じゃあ、接点復活剤の使い方ということで、ジャック部分を要は外さなきゃいけないんだけど、はい。テレキャスターとストラトキャスターに関してはさ、あとジャズベースか。はい。プレートにくっついてんじゃん、ジャックが。そうですね。そう。なんでこいつを外してたらジャックをやっていくんだけど、まあこれプラスドライブで外します、はい、うん、外します。デンドラをつかなかったのが悔やまれる。でそうするとここ2つ外すと、うん、ジャックが取れるんですよ。はいはい、パカッ、おお、配線変えてあるわ。まあいいや。というわけで今これ配線ギリギリになってるんですよね、はい、まさかのウエスタンエレクトリック入れてあるわ。なんでだ。でまあいいや。じゃあこれとプラスアルファね、はい、六角を使って、これジャックとこのプレートが一体化してるから、はい、まあ取らなくてもできるけど、分かりやすいように今回取っていきます、はい、六角を上から回すとじゃん、うん、こいつが出てきます。はい、というわけでジャックですね。で今回この黒い方が、うん、マイナス、はい、こっちなんかよく分かんない方がプラスになってます、はい、でこれはまあ見分け方もあるんだけど、まあそれはいいや。で接点復活はどこでやるかっていうと、はい、この飛び出してるところね。飛び出してるところ、うん、これはい、この飛び出してるところに吹いてあげるのよ。はいはい。で、このままなんか上からこういうので吹いちゃうと関係ない金具とかさ、こういう黒いプラスチックとかにつくじゃん。はいはいはい。そうすると、接点複数油だからプラスチックとかって油ついてると割れやすくなっちゃうんだね。はい。だから、なんかその、デタラメに吹くのやめようねってことなので、はい。まあこういうところで吹くじゃん。ペッペッと。綿棒に吹く。綿棒に吹くと。はい。綿棒に吹いて、接点が、ここが要はプラスに当たるところなの。はい。だからどういうことかっていうと、はい。刺さります。刺さります。すると、ここのシールドの、ここの凹みんところがここに当たってるのがある。なんで、ここに接点ができるじゃん。はい。なんで、まあ、ここをやっぱ掃除してあげないと綺麗にならないんだけど、うんうん、逆に言えばね、はい、こっちにかけるより、うん、じゃあ、シールドにかけちゃえばいいんじゃないのっていうのが俺の中の発想なの。なるほど。だからシールドと、要は、この丸い、ここの、ここあるじゃん。はい。ここが、要は、このスリーブって言って、ここのね、はい、真ん中のところで接触して、アースになるわけ。マイナスになるわけ。はいはい、プラスとマイナスで電気が流れるから、要は、ここがプラス、はい。黒いの挟んで、ここがマイナスになってるわけ。とまあ、両方把握してそこにやってもいいんだけど、はい、ぶっちゃけこっちにかけて、こうやって、いやーつって、やべ、本体ちょっとついて。この状態で刺せば、接点になってるところは勝手に次磨けるわけじゃん。それそうすね、薬も入っていくわけじゃん、はい、だから逆にはもうプラグインつけちゃって、はい、プラグインつけちゃってジャックを掃除するっていう方でいいんじゃないかな。そしたらジャックって外さなくてもいいですよね、うん、外からできちゃうんで。そうだよ。だそうなんだけど、まあ一応ね、はい、どこについてるかって説明は必要かなと思ったんだね、はいはいはい、なんでこういう感じで綺麗にします。だから間違ってこの上からあの、うん、プラグ自体をバーって設定ボックスかけたりとか、うん、なんかこういう関係ないところとかプラスチックとかにかけて、おー通電良くなれよってやっても意味ないのよ。なるほど。そうなんでそれをまあ意識してもらって使ってもらえば綺麗になるから、はい、それでまああれだよ、ガリとかなくなるからさ基本的には、うんうん、まあそれでもガリがあるどうしようもないっつったらプラグの方を疑うか、もうジャックを交換した方がいい。なるほど。ジャックなんて高くても今だいたい1個最大1000円だから、はい、だったらもう交換しちゃえばっていう。そうですね、いう感じです。はい。まあ一応これがジャックの接点復活の仕方だと思いますので、はい。まあよければ参考にしてみてください。はい、ありがとうございます。はい。